皆さんこんにちは、ペーサーでございます。ネチプロ野球2000にやっていきましょう。今日もね、ハマスタでの一戦です。先発、あら、井川さんやね。おー、檜山調子悪い。じゃあちょっと広沢さん行きましょう。ヒットは出るんやけどね、ホームランが最近出てなかったんでね、さんがまあまあ調子いいか、ちょっと狙うのは面白いかもしれないね。あ、向こう誰やったっけ、見てなかった今。ベイスターズ対タイガースの試合が現在8回戦。あ、福森さんか。さあ、試合開始です。なんかリリーフのイメージが強いからな、福森さんは。ファールボールです。一気に勝負してくるか。アウトコース、打球は三遊間へ。おっと、飛びついた。タケと内野ノーアウトからランナーが出ました。初球スチール、二塁へ、うん、盗塁成功。シュートもあんねんな。センターへ、センター落下点に入りました。アウトを一つ取りました。ここは一発も期待できる場面。すくい上げた、頭の上を越えた、ランナーホームへ突っ込む。今セカンドランナー悠々とホームイン。早くも先制。若武者、ここでタイムリー1点リードに変わっています。着実に追加点を重ねていきたいところ。ストレートから入った。レフトはどうか。そんどん詰まりやね。シュート落下点に入りました。これで2アウト。ここはなんとか踏ん張って3アウトにしたい。初球は外してきました。打ち取った。あー、フォークか。一塁へ。初回タイガース先制。塁には出したくないバッターです。際どいところわずかに外れています。うまく捉えた。ノーアウトから同点のランナーが出ました。際どいところに入りました。打たされたか。二塁はどうか。悩んだよ。スコアリングポジションにはランナーがいます。ストレートから入った。打たされたか。そして二塁は間一髪セーフ。ダブルプレーにはなりません。変化球から入った。同点に追いついた。ドロゴーで突っ込んできましたね。打ち上げてしまいました。インフィールドフライになりました。これはアウト。ここはなんとか踏ん張って3アウトにしたい。ストレートから入った。打球はショートへ。よく取った。これは好プレイ。初回、さあ、
バッターボックスには浜中。ファウルボールです。一、二塁間、ノーアウトからランナーが出ました。ピッチャー返し、ランナー二塁でストップ。スコアリングポジションにはランナーがいます。変化球から入ったカーブかタイミングが合わなかった。タイミングが合いません。早くも追い詰めました。ファウルボールです。打球はショートへ、どうだ。643ダブルプレー。厳しい状況ですが踏ん張ってもらいたい。一塁へ、これはアウト。二回の表残り、さあバッターボックスには中根。当たりは今一つ、これはアウト。ランナーはありません。この回の出塁はありません。際どいところに入りました。ツーナッシング。一気に勝負してくるか。一球間を置きます。この段階で決めてくるか。あ、真ん中行く。流し打ち、セカンドを回ってどうか。厳しい状況ですが踏ん張ってもらいたい。打球は華麗なグラブさばき。2回の裏の攻撃、塁には出したくないバッターです。気に勝負してくるか。ピッチャー返し、ノーアウトからランナーが出ました。初球から足を絡めてきた。打球はサードへ、セカンドを回ってどうか。際どいところセーフ。走者一掃のチャンスです。初球は外してきました。フォーク、スライダーっていうかカーブ系は前に投げてこないよね。タイミングが合いません。この段階で決めてくるか。あ、最後は内角ストレート。まだピンチが続きます。変化球から入った。三遊間、ランナーホームに突っ込む。ここでリードしました。1点リードに変わっています。着実に追加点を重ねていきたいところ。バッター、どうか届け
きました、ホームラン。広沢、甘い球を逃さず捉えてレフトスタンドへのアーチです。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース追加点です。ここでリリーフとランナーはありません。左中間への打球だがどうか。一塁を回ってセカンドへ。スコアリングポジションにはランナーがいます。ライトはどうか。ライトバック掴みました。さあタッチアップランナースタート。ようやくツーアウトまでこぎつけました。ストレートから入った。タイミング合わない一気に勝負してくるか。打球はサード、余裕を持ってアウト。同点で迎えた。さあバッターボックスには鈴木。当ててきた。ところに入りました。低めのボールが続いています。さあ次のボールは、これはスイングアウト。コントロールミスした。いかに低めに変化球を集められるかが勝負のポイントではないでしょうか。あー抜けた。ランナー2塁でストップ。スコアリングポジションにはランナーがいます。ストレートから入った。間に合わないあれだ。ボテボテすぎた。ストレートから入った。早くも追い詰めました。三球三振。まだピンチが続きます。初球は外してきました。いいコースに決まりました。打球はサードへ。余裕を持ってアウト。3回の裏、ここは確実にアウトカウントを稼いでおきたい。打球はショートへ。ノーアウトからランナーが出ました。流し打ち、難なく取りました。ワンダウンです。さあバッターボックスには坪井。打球はショートへ、二塁へ。六四三ダブルプレー。ベイスターズがっちりと。四回の表の。ここは確実にアウトカウントを稼いでおきたい。
際どいところに入りました。一気に勝負してくるか。三球三振です。ランナーはありません。際どいところに入りました。そして一塁は、ランナーは一塁。際どいところに入りました。ボールか。センターへ、これはどん詰まり。うまいこと打たれた。スコアリングポジションにはランナーがいます。ストレートから入った。ああ変化球を続けてきた。低めを丁寧に攻めていますが、次のボールは、さあ勝負球です。フルカウント、両者待ったなしです。仕留めました。まだピンチが続きます。一塁は、4回の裏の攻撃が、今日タイムリーヒットを放っている若武者。ボール球を振ってきた。よし、ど真ん中のカーブやったね。矢のような打球をレフトスタンドへと突き刺しました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、ここでダメ押し点を入れました。すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。ああシュートか、詰まらされた。一塁へ、これはアウト。ランナーはありません。これは魚がいます。よっしゃー、浜ちゃんも行った。ここでリリーフ登板となりました。マウンド、高めの変化球は禁物です。打球はファーストへ、シングルヒット。マウンド上川原、バッター、懸命に下がって、ああ伸びない、よく追いつきました。アウトを2つ取りました。ランナーは1塁。
一塁は5回の表まだ疲れは見えません。井川もう50球やからね、今日は関東は無理やなあんだけっしょね、前半結構ヒット打たれてたら。打球はファーストへ、自らベースを踏んでアウト。際どいところに入りました。シングルヒット、もっと塁を埋めていきたい。際どいところに入りました。サード強襲、これでツーアウト。打線をつないでいきたいところ、いいコースに決まりました。打球はショートへ、これはアウト。よし、これで井川さんね、5回の裏の攻撃が終了しまして、塁には出したくないバッターです。三塁線は ファウルボールです。早くも追い詰めました。打球はショートへ、一塁へ、これはアウト。ランナーはありません。際どいところに入りました。ファウルボール、早くも追い詰めました。打ち取ったか、一塁は、この回の出塁はありません。ツーアウトからですがランナーが出ました。難なく掴んでいます。スライダーを狙ってたのに、あの打ち損じ。6回の表の攻撃が終了しました。ここで代打を出、今のところ疲れは見せていません。井川、際どいところに入りました。ツーナッシング、一気に勝負してくるか。三球三振です。ああ、もうでしょうか。タコさん、さすが絶好調。際どいところに入りました。ボール球を振ってきた、早くも追い詰めました。打球はセカンドへ、一塁は、塁には出したくないバッターです。際どいところに入りました。あ、いいか、真ん中行く、引っ張った、ツーアウトからですがランナーが出ました。際どいところわずかに外れています。
際どいところに入りました。低めを丁寧に攻めていますが、次のボールはこの打席もバットは不発、2打席連続三振。6回の裏、あ、森中さんね、昨日打たれへん風だよね。ここでリリーフと、今日はホームランを放っています広沢。ファウルボールです。早くも追い詰めました。ファースト強襲、あ、いい当たりやったけど。ピッチャーは森中。ファウルボールです。一気に勝負してくるか。お、ボールか。低めのボールが続いています。さあ次のボールは、よっしゃ、伸びる伸びる伸びる、入った。明暗がくっきりと分かれている両チーム。打球はファーストへ。シングルヒット、ランナーは一塁。バッターレフトバック、よく追いつきました。さあツーアウトになりました。ああ、誰行こう、ヒーアン調子悪い、ああヤギさんがいた。この場面で代打を出す。さあバッターボックスにはヤギ。ピッチャー返し、余裕を持ってアウト。7回の表、さあ誰行こう、ヤギさん行こうか。ここでリリーフと、さあバッターボックスにはグラン。バッター、あー、どこへ、間に落ちるか、打球を見失った。まずは先頭バッターを打ち取りました。多彩な変化球でどう攻めてくるか。カメラが遅い時あんのよね。よいしょ、はい、タイミングが合いません。早くも追い詰めました。三球三振です。ランナーはありません。際どいところに入りました。ツーナッシング、一気に勝負してくるか。これも三振です。7回の裏、残り塁には出したくないバッターです。珍しく引っ張ったね。ちょっとだいぶタイミングが早かった。ランナーが出ました。ストレート狙い、ランナーは一塁。初球スチール、二塁へ、盗塁成功。ファウルボール、早くも追い詰めました。三球三振、タイミング合わない。まだピンチが続きます。
初球は外してきました。高め、ここは1球待ってみるか。これも外れてノースリーになりました。ここで逆をついてきました。確実に入れていきたい。右に切れました。これはファウルボール。これも三振です。スコアリングポジションにはランナーがいます。初球は外してきました。打ち上げてしまいました。難なく掴んでいます。8回の表の攻撃。さあバッターボックスには中根。いいコースに決まりました。ボール球を振ってきた。一気に勝負してくるか。当たりは今一つ。これはアウト。は今一つ。そして一塁は帰ってきた。この場面で代打を。井上の純ちゃん。この回の出塁はありません。際どいところに入りました。ツーナッシング。早くも追い詰めました。三球三振です。8回の裏の攻撃。また中野大さんやね。昨日はめっちゃ速球で押してきましたよね。ここでリリーフ登板となりました。今日はホームランを放っています。広沢。右に切れました。これはファウルボール。シュート当たりは今一つ。詰まった。これはアウト。マウンド上中野あたり。一塁線は低めのボールが続いています。さあ次のボールは一球間を置きます。どん詰まりやって絶対だった。ランナーは一塁。初球から来た。セカンドを回ってどうか。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。ジャストミート噛みました。これでツーアウト。ここはきっちりと抑えなくてはいけません。間に落ちるか。タイガースダメ押し点を入れました。明暗がくっきりと分かれている両チーム。初球は外してきました。
9回の表、5回のタイガース、あと3人抑えてしまいたい。際どいところに入りました。打球はセカンドへ、そして一塁はランナーはありません。いいコースに決まりました。早くも追い詰めました。三球三振です。あと一人踏ん張れるか。これは平凡な当たり、これはアウト。興奮冷めやらぬ横浜スタジアムからナイトゲームの模様をお伝えしてまいりましたが、タイガースベイスターズを下す結果となりました。はい、ということで、タイガースはホームラン今日は4本ですね。浜ちゃん18号、19号、有谷さん21号、広沢さん9号ね、井川さんが8勝目、福森さんが4勝4敗、矢部さんが3回きっちり今日はね、被安打ゼロのピッチングでしたね。ヒットの方は浜ちゃんがすごいね、5の5、今岡さんが2戦連続のノーヒット。でピッチャーの方が井川さんがね、もうちょっとね点取られるかなと思ったんですけど、なんとかね踏ん張ってくれましたね。6回6奪三振1失点1、矢部さんは今日はパーフェクトのピッチングです。はい、ということで次回が3連戦のね3戦目ですね。それではまた明日です。ありがとうございました。それではさよなら。